ジャン・アンリガ・ストン・ジローは、メビウスのペンネームでも知られる、フランスの漫画家。40年にわたって続けられた、西部劇漫画、ブルーベリーシリーズでは、ジャン・ジローを、より自由な筆致で、SF ファンタジー作品を手掛ける際には、メビウスを用いた。特に後者の活動で、国際的な名声を得ており、LJ 校最も重要なバンドでシネ作家とも、言われている。大友克博 宮崎駿、谷口次郎などへの直接的な影響を通じて、日本の漫画界へも多大な影響を与えた。エイリアンをはじめとして、多数の SF 映画にもデザイナーとして関わっている。1938年、パリ郊外のノジャンジュル・マルヌで生まれる。3歳の時に両親が離婚し、以来フォントネスイコールボアの母親の家と祖父母の家を行き来しながら育った。 最初の絵画体験は、祖父母の家で見た、エイリ雑誌、世界一周の挿絵であり、インタビューではその中でも特にギュスターブドレの名を、挙げている。少年時代には、エルジェ、ペロ、サントガン、アンドレ・フランカンといった作家のバンドデシネのほか、当時フランスで盛んに出版されていた、アメリカ、イタリアなどの外国産の作品を多く読み、フラッシュゴードン、 ザ・ファントムなどのアメリカのヒーローものに衝撃を受けている。また15歳の時に父に勧められてオプタ社の SF 雑誌、フィクションを読み、これによって SF に興味を持つようになった。後に、メビウスの筆名を思いついたのも、フィクション誌や同社のギャラクシー誌で、メビウスの輪を題材にした SF 作品を読んだ体験からであった。公立学校を卒業したジ郎は、16歳の時に、 通信制の美術講座エコールはアーベイ制に登録し、その後パリ装飾美術学校に入学、タピスリー科に入る。在学中の1956年、ファーウェスト市に、フランクとジェレミーが掲載され、以後1958年にかけて、シッティングブル誌、フリップネト・マリゼット誌、クール、バイアン市などに、ウェスタンもの、ユーモアものの作品を発表した。当時のジロのスタイルはその後に、 デシーリスルジジェの作風に強く影響されたものであった。17歳の頃、学校を休学したジローは、再婚して、メキシコに移住していた母親を訪ねて、同地を訪れ、ここで8ヶ月間を過ごした。19世紀の西部劇の世界がまだ残っていた、メキシコ滞在の経験は、ジローの西部劇への興味を強めるとともに、後のメビウスとしての作品にも様々な面で影響を、 及ぼしており、彼の自己形成に重要な意味を持つことになった。また、メキシコでは、後の作家活動において、影響を受けることになるアメリカの漫画雑誌、マッドを初めて目にしている。帰国後の1958年、装飾学校での同窓生であった、ジャンクロード・メジエールと共に、当時スター作家であったジジェのもとを訪れる。 その後、兵役について2年半の間ドイツとアルジェリアに滞在。在軍中に、軍事雑誌、5、コフォーセスフランセーズの制作に協力する。帰国後の1961年、再び、ジジェを訪れて、彼のアシスタントとなり、ジジェの西部劇作品、ゼリースプリングの1エピソード、コロナド街道のペン入れを1年ほどの間担当した。ジジェのでは、 絵の技術にとどまらず、絵に向き合う描き手としての姿勢といった根本的な部分についても多くを学んだという。父のアシスタントを務めた後、ジローはアシェット社の辞典、文明の歴史の挿絵をメジエールと共に手がけていたが、次第に漫画を描きたいという気持ちが高まり、過激な風刺雑誌として知られていた荒木立師に持ち込みを始めた。1963年、同志、 第28号に21世紀の人間が掲載され、これによってジローはメビウスとして新たなデビューを飾った。また前年にピロット誌の中心人物であったジャンミシェル・シャルリエと出会っていたジローは、1963年のピロット210号より、シャルリエを原作とするジャンジロー名義の西部劇作品、ナバホトリでの連載を開始した。その後、ジローは、 ナバホトリデと並行して、アラキリ氏にメビウス名義によるいくつかの短編作品を発表している。当時のメビウスの作風は、後のそれとは違い、前述のマトなどによるアメリカのアンダーグラウンドコミックスの影響を強く受けたものであった。しかし1964年、メビウスとしての創作が行き詰まり、アラキリ、創刊者でもあったフランスはカバナに、 同活間外の言葉で引き止められながらもやむなく、メビウスとしての活動を一切やめ、以後1 0年の間、ジャンジローとしての仕事に没頭することになった。1965年に第1巻、ナバホトリデが刊行された、ブルーベリーシリーズは、すでに雑誌掲載中から人気を博しており、やがてバンドデシネのウェスタンモノを代表する作品の一つとなっていった。このシリーズは、 南北戦争直後を時代背景として複雑な過去を持つ北軍の注意ブルーベリーの様々な冒険を描いていくものでメビウスのそれとは違い伝統的なコミックの技法にのっとって描かれている当初その作風は師匠のジジェに強く影響されたものでありそのためジローがブルーベリー第4作行方知れずの騎兵を執筆中に一時アメリカに失踪した時にはジジェが その代筆を行うことが可能であった。しかしやがて画風、小回りの試行錯誤を経て、独自の作風を獲得してゆき、後、メビウスとしての活動を再開してからも続けられ、様々な作風の変化を経ながら40年もの間、描き継がれる長期シリーズとなった。関数は28巻に及び、さらに、ブルーベリーの青春時代、保安官ブルーベリーの2作のスピンオフシリーズも、 制作された。メビウス名義での活動再開の端緒となったものは、1973年にピロット誌に掲載された短編作品、回り道であった。回り道は、ジル名義で署名されているものの、超現実的なプロットや細密なハッチング、自由奔放な小回りなど、ブルーベリーの伝統的な技法からの大きな逸脱が見られ、ジロ自身によってもその後の、 メビウスとしての活動再開の出発点に位置づけられている。翌年には同市でメビウス名義による白い悪夢を掲載し、また同年刊行された虚婚男では見開きの左では一枚家で、右では小回り漫画で別々の物語を展開させる実験的な構成を試みている。さらにこの年、ジャンピエールイコールデオネ、フィリップ・ドリュエ、 ベルナール・ファールカスと共同でレジマイノイドアソシエを設立し、12月に同社より娯楽雑誌メタル・ユルラン氏を創刊した。次郎は創刊号より翼竜に乗って異世界を旅する男の物語をアルザックを掲載している。この作品はセリフや擬音を一切廃した当時としては珍しいサイレント形式が取られており、 その頃技術的に可能となった絵に直接再色する方法で作られたこともあってバンドで死ぬ会に衝撃を持って迎えられた SF 色の強いメタルユルランは以後メビウス名義での活動拠点となり1976年にはブルーベリーと双璧を成すメビウスの SF シリーズ密封されたガレージの掲載も始まったメタルユルランは1977年からは アメリカ合衆国でヘビーメタルとして翻訳観光もされており、メビウス作品をアメリカに紹介する役割も担った。1975年、ジローは映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーと出会い、ホドロフスキーが当時手掛けていた映画デューンの制作に関わるために訪米した。デューンの企画は結局頓挫したが、ジローはその後、猫の目や SF シリーズ、 アンカルなどホドロフスキーを原作とする作品を手掛けている。ジローは師匠と呼ぶほどホドロフスキーの人間性に傾倒し、一時期彼の存在はジローの精神的支柱となっていた。また、デューンに関わる過程で脚本家のダン・オバノンと知り合い、1976年にはオバノンを原作とする近未来を舞台にした。 判定漫画ロングトゥモローをメタルユルランに掲載した。この作品はウィリアム・ギブソンの初期作品やリドリー・スコット監督の SF 映画ブレードランナーのビジュアルに影響を与えた作品としても知られている。1979年にはオバノンが脚本を書いた映画エイリアンにデザイナーとして関わり、以降トロン、アビス、フィフス・エレメントといった 様々な SF 映画のコンセプトデザインを手掛けていくこととなった。映像作品では他に、1982年のルネ・ラルー監督による SF アニメーション映画、字の支配者に、原画、彩色、脚本などで参加し、同年のファンタフェスティバル、最優秀児童映画賞をラルー監督と共に受けているほか、 ウィンザー・マッケイのリトルにも原作とする1989年の日本製アニメ映画にもネモの企画にも関わっている。2002年にはアルザックを自身の手で TV アニメーション化した。アンカル以降のメビウスの作品にはもともとシトロエンの広告企画だったものが長編 SF へと発展したエデナの世界などがある。 1988年から1989年にかけてメビウスはスタンディを原作としてアメリカのヒーローコミックシルバーサーファーのミニシリーズ2冊を手掛けたこの作品はマーベルコミック社からエピックコミックスのインプリントで刊行され後シルバーサーファーパラブルとしてまとめられているメビウスはこの作品で1989年度の アイズナー賞の限定シリーズ部門を受賞した。1997年には日本の漫画家谷口二郎の作画によるイカルをモーニング誌に連載している。この作品は12回の連載で第1部が完結したが同志の編集長が変わったため再開されないまま終わってしまった。2000年から2010年にかけて二郎は ジャンジロー・メビウスの名義で、インサイド・メビウスシリーズを執筆した。この作品は、ジローの内面的な世界を扱った一種の自伝作品であり、作者自身がキャラクターとして登場し、青年時代の自分と対話を行ったり、ブルーベリー注意、アルザック、グリベール少佐などの過去作品の登場人物たちと対話を繰り広げるといった自由な展開を見せている。晩年には他に、 密封されたガレージの新作執筆や、アルザックの新たなシリーズの企画したり、ジャンジロー名義で、ジャンバンアーム原作のサーィンシリーズの一作、ラバージョンイロンデスを手掛けるなどしている。2012年3月10日、ジャンジロー・メビウスは、長い闘病生活の末に、パリにおいて73歳で死去した。直接の死因は、アクセリンパシュによる、敗促戦症である。 同3月15日、モンパルナス墓地に埋葬された。フランスの文化賞、フレデリック・ミッテランは、フランスは、ジローとメビウスという、二人の偉大なアーティストを同時に、失ったと追悼コメントを述べている。日本でも、大友勝弘、浦沢直樹、谷口二郎らの追悼コメントが各紙誌に掲載された。グルベール少佐を描くメビウスジローは、ジャンジローと、 メビウスという筆名だけでなく、両者で作風を使い分けており、ジロー自身はその違いを筆とペン、ニューオリンズジャズとビバップという風に様々な言葉で説明していた。ジャンジロー名義で書かれたブルーベリーシリーズは総じて伝統的で厳密なスタイルが取られている。すなわち、リアリズムの規範のもと、鉛筆でしっかりと下書きをした上で、筆のタッチを活かし入念に仕上げられている。 一方、メビウスは、より自発的、即興的な創作方法が取られている。画材は、ペンや、ロットリングが主体となり、即射、素早さがその特徴となる。関係者によると、絵を描くスピードは、神技のように速かったと語られている。1960年代、ジローは、メビウスとしての仕事を一旦打ち切って10年ほどの間、ブルーベリーに専念するが、これが、 文体練習となって、後のメビウスの活動を支えることになった。ただし40年続いているブルーベリーシリーズは絵柄の変化も大きく、時期によってはメビウスの特徴が出ていたりすることもある。メビウスの画風は細密画風のものと簡略化されたものとに大別されるが、概ね均一でニュートラルな描線、ハッチングや点描、 独特の浮遊感などによって特徴づけられており、日本ではその特徴的な陰影の線はメビウス線とも呼ばれている。スケッチ集 B 砂漠の40日間やインサイドメビウスでは下書きをせず、はじめからインクで描く試みも行っている。晩年にはペンタブレットも用いた。よく使用されるモチーフには砂漠、鉱物、結晶、飛行や落下、 縦長の帽子を被った人物といったものがある。そのようなメビウスらしさを持ち続ける一方で、メビウスは常に様々な影響を受け続け、新しいものを取り入れながら変化していく作家でもあった。このため、作品におけるスタイルの不統一性もメビウスの特徴となっている。例えば、密封されたガレージでは即興的な方法が取られていることもあって、 主人公や脇役の顔、服装などがしょっちゅう変化しており、ジャンジロー名義のブルーベリーにもスタイルの不統一性の特徴が顔を出している。同じ絵の中ですらスタイルが変わることもあった。日本でのメビウスの本格的な紹介は1979年から始まるが、それ以前に洋書から独自にメビウスを発見し、影響を受けていたのが谷口次郎であり、これが日本における メビウス需要の始まりである。谷口はまず1974年頃、友人から借りた、フランスの特集雑誌、グラフスイコール159に掲載されていた、ブルーベリーのページを見て、ジャンジローの作品に惚れ込み、自身のテキストとするために、フランスの出版社へ作品を注文した。1975年に、 メタルユルランが創刊されるとそれも定期購読し、ジャンジロー作品とメビウス作品の特に探偵ものに大きな影響を受けることになった。また藤原カムイは1977年に洋書売り場でアルザックを立ち読みして衝撃を受け、この作品のイメージをもとに短編、数行を描いた。以後藤原はカナタへの連作をはじめとして、 メビウスのタッチやモチーフを採用した作品をいくつか発表しており、谷口に次いで最初期にメビウスに影響を受けた作家である。1979年には SF 漫画雑誌スターロング3月号でメビウスのバラッドが掲載され、また S カイマガジン3月号でもメビウスを絵付きで詳しく紹介した。浦沢直樹、鳥、三木、寺田克也。 吉井博士などはこの漁師の特集のいずれかまたは、両方で、メビウスを知り影響を受けている。スターロングはその後も80年代の前半まで、メビウスの紹介を続け、1982年に国際 SF アート大賞を設けた時にはメビウスを、海外審査員として参加させた。また、第1回国際 SF アート大賞展では、まだ劇場未公開であった、地の支配者を、 西部百貨店で上映した。これに伴って初来日したメビウスはファンたちに熱狂的に迎えられている。一方で80年代に行われた代表作アンカルの翻訳は6巻中1巻のみで終わるなど、その需要は一部の漫画家やマニアに止まり、一般層までには行き着かなかった。メビウスの影響を受けた作家として特に言及されることが多いのが、 日本のメビウスとも言われた、大友克洋である。谷口や藤原と違い、大友はもともとメビウスに近い資質を持っており、当時日本の漫画において優勢であった劇画の作風からの脱却を目指す過程で、メビウスの作品と出会い、より一層宣伝されたスタイルを身につけていった。大友の作品は、大友以前、大友以後と言われるほど80年代マイナス90。 年代の日本の漫画界に大きな影響力を持ち、メビウスと同時に大友の影響を受けた作家、大友を介してメビウスの影響を受けた作家も多いため、日本におけるメビウスの影響の度合いが測りにくい原因ともなっている。晩年の手塚治虫もメビウスの特徴的な陰影の線をメビウス線と名付けて自作に用い、日だまりの木では短い線を繰り返して、 陰影をつけた雲をメビウスの雲と呼んでアシスタントへの指示に使用するなどして影響を受けている。手塚は1982年のアングレーム国際バンドデシネフェスティバルでメビウスと出会っており、早い時期からメビウスと大友の比較も行っている。また宮崎駿は1980年にアルザックを呼んで大きな衝撃を受け強烈な影響を受けたと述べている。 すでに自身の画風が固まってしまっていたために、その影響を絵に生かすことはできなかったが、アニメ、風の谷のナウシカは、メビウスの影響の下で制作されているという。メビウスから直接的な影響を受けた作家には、他に、松本太陽、小池慶一、港屋夢吉、田村茂などがいる。メビウスは、日本の漫画家に多大な影響を与える一方で、 日本の漫画表現に感銘を受け影響を受けてもいる。1982年に手塚の案内で京都に来た時には手塚のアニメ火の鳥に1772愛のコスモゾーンを見てショックを受け手塚の作品量の多さに驚いている。この時日本の漫画専門店にも回っており当時フランスではほとんど知られていなかった日本の漫画表現に衝撃を受け 以後数年の間ヨーロッパで日本の漫画の重要性を解いて回っていた。また、手塚のスタジオを見せてもらったことで会社の重要性に対する認識が変わったという。この来日体験はまた、メビウスに東洋美術、東洋思想からの強い影響を与えることにもなった。自身が強い影響を与えている大友勝博についても早くから注目しており、 大友がまだ代表作、アキラを描き始める前から、大友の漫画を購入し、まるで学生に戻ったかのように、大友の絵の描き方を研究している。メビウスのエデナの世界にも、大友のアキラからの強い影響を見て取ることができる。またメビウスはやはり自身が影響を与えた、宮崎駿のファンでもあり、自身の娘に、宮崎の 風の谷のナウシカにちなんでナウシカと名付けている。2004年にはパリ造兵局で宮崎との共同展示会、宮崎、モービウスを開催した。シリーズ単刊特記のない限り、メビウス名義短編集特記のない限り、メビウス名義実写映画アニメーション。ありがとうございます。